株式会社新コーポレーションは、カラオケボックスチェーン、カラオケバンバンやインターネットカフェ、エスパシオなどを手掛ける日本の企業。全国各地でカラオケバンバンなどをチェーン展開しているほか、ダーツ用品販売を手掛ける株式会社 ER スポーツを子会社に持つ。2019年7月現在、全国で450店舗以上を展開。店舗の特徴として、閉店した。 カラオケ店後への居抜き出店を中心にした店舗展開をすることでコストを安く抑え、かつ低価格路線で出店しており、この方式による出店方法は業界随一のノウハウを持つ。2016年9月には経営難に陥っていたシダックスコミュニティから閉店した店舗の大半を譲り受けしている。また現在では一般的となった。 ソフトドリンク類のドリンクバーを業界に先駆けて導入するなど独自のサービスを行っている。完全会員制となっており、利用の際はアプリ会員としての入会が必要であるが、入会費は無料である。大半がアプリ会員であると考えられる。別の方法として会員証の発行があり、入会費200円が必要となる。アプリ会員も利用可能なため、 実質入会無料で利用できる。最近では、LINE アカウントを友達登録することで利用、可能である。機器は、ダムとジョイサウンドの両方を導入している。インターネットカフェ、エスパシオ茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、兵庫県の五府県で展開しているほか、子会社の ER スポーツも、アミューズメントカフェキャノンボールを、千葉県、 東京都に4点展開している。埼玉県東松山市にて、屋内型のゴルフスクールである、アローズを開催している。ABC 株式会社新コーポレーション第31期決算広告。株式会社新、コーポレーション、カラオケバンバン、レジャー、アミューズメント、接客、耐久戦カラオケボックス業界変わる。 勢力図読み売りオンライン2016年12月21日8月に閉店したシダックスさんの店舗のその後、ただの夏日のカラオケの世界カラオケ評論家のカラオケポータルサイト2016年9月27日、価格重視でお客様の懐に温かいカラオケバンバンよくあるご質問、お問い合わせ、カラオケバンバンに関するカテゴリー。